TMC 東京カフェへようこそ。 Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。 今日は皆さんに私の東京でお気に入りのバー第2軒目をご紹介したいと思います。扉を開けるとそこはお城。あ、何かしら怖いわ。怪物が。こんばんは。カメラさんも危ないです。どうもどうもこんばんは。ジベブプレゾンテルムシュルパトホン館長です。館長です。館長、自己紹介なんかを。トリックアトリート館長デグゾンです。どうも紹介までしません。ここのお店の名前はトリックアトリートさんというお店でですね、こう見てわかると思いますが、ルーゴシックホルーなバーでございます。館長、質問です。このお店どんなお店なんですか？ここは私の、完全に趣味のホラーのお店ですね。お店の自慢を教えてください。自慢、ホラー界の著名人がね、やっぱりたくさん訪れているところですかね、はい、ちなみに名前を挙げると、ティム・バートン監督だったり、ホラー漫画界だと梅津和夫さんだったり。今からちょっとお店案内してもらおうかな。案内。あ、まず、はい、まず目に入った、はい、ティム・バートンの直筆のサイン入りの絵ですね。これ最初に来た時のやつかな。いつでしたか？2年前ですね。ちょうどチャーリーとチョコレート工場の、公開の時に初めて来てくれました。これあれ、館長がちょっとティーム一筆よろしくって言ったの、それとも？そうそう。ちょっと書いてって言ったらやってくれた。こっちがゼロかな。こっち2回目に来た時。最初の来日から1ヶ月後にもうすぐ来てくれて、ちょっとしたパーティーを開いてあげたのね、ティム・バートンに。その時に、すごく気に入ってくれて、またみんなに会いたいって言ってすぐ1ヶ月後に来てくれた時に書いてくれたのがこっち。はい、これはね、うちのナンバーワンホスト、スネオくんですね。蛇好きにもたまりません。あ、なんか、はい、モーラルヴァンパイアはうちによく来るアーティストで、ビデオクリップをね、ここで撮影しました。何すって。皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。ここからエキゾチカちゃんがかわすこともういいらないって出てきたのが、なんとダーツ。この狭い中にゾチカちゃんは入っていたと。これあれですか、お店に遊びに来たお客さんが勝手にこう膝の上に乗っけてたりとかしても OK？ 全然 OK。 これね、球体関節人形を作ってるアーティストさんが、館長にってプレゼントを作ってくれたやつだから。いや、ちょっとふやがてふやがてで、梅津和夫さん、これあれですよ、フランスもレコール・オン・ポルテの方のサインですね。お店の中にはティム・バートン監督の直筆のイラストが飾ってあったり、なんとクッションがジャックだったりとかしています。ほら、ろうそくも素敵ですね。こんな素敵なろうそく一台。あれ？あれ？アキラ？アキラ何やってんの？あら、何してんの？あれ、トリックよく来んの？あら、トリックはね、よく来ますよ。トリックはね、館長さんともよくお話ししに来るんで、仕事場も近いし、遊びに来ます。ジュブリプレゼント、セッタンムッシュ、セッタンじゃないね。いえ、コナミのサイレントヒルのゲームプロデューサー、アキラ山岡さん。こんにちは、フランスの皆様。トリックのここのお店の魅力って何ですか？そう、他の店じゃない雰囲気とか、あとやっぱ館長のキャラクターがいい味をすごく出してるところだと思います。ということで、こういうね、ホラーバーですけれども、怖がったりしちゃうお客さんっているんですか？たまにごく稀にいますね。もう入り口を開けた瞬間、キャーって言って、そのまま止まってる人とか。で、
僕が行くとまたキャーって言って逃げちゃう人とかもいますね。みんなは怖がらずに入っておいで。ということで今日は私の東京バープレフェレパート2をお送りいたしました。フルブネコンブブレ、またねー。